ヘダクラで俺は釣れないのになぜ取っていいっていうね、イチャモンが来たの、申し訳ないですけど。まず、ヘザクラってカウントダウンがめちゃくちゃ大事なんだけど、今日みたいな風がめちゃくちゃ強い時っていうのは、カウントダウンのさせ方一つで、レンズがすごく変わってきちゃう。例えば、こうやって投げます。で、ラインメンディングなしで、こういう風にバーッと横に吹けた状態で、これでカウントダウンやっちゃっても、こんだけ風にビュービュー吹かれてたら、ラインが風に煽られて、カウントがずれちゃう。レンズがずれちゃう。こういう風がめちゃくちゃ強い時っていうのは、まずラインメンディングがめちゃめちゃ重要で、カウントダウンさせる前に、しっかりとラインを水に馴染ませておく必要がある。投げます。だからもう速攻こう糸をサッと巻き取ってみたいなんです。これ一つでカウントって全然変わる。で、基本的にはやっぱハイギアを使うっていうのがめちゃめちゃ大事、ハイギアを使うだけで手桜の動いてるか水押しかがめちゃくちゃ分かるから、そこが分かるか分からんかっていうのは手桜を使う上でめっちゃ重要で、もう両ギアの理由だと手桜が今どれぐらいの水を噛んでるのかっていう、その噛んでる感じが分からない、巻きが軽すぎるというか、それやと微妙なテンションが抜けてる時とかは分かりづらい、尻尾の一点振りをキープしたまま巻くっていうのが難しい。だからやっぱりハイギアの方が有利、まあ、ローギアもできることはないんだけども、同じ一定の巻き速度でやってるからといって同じ風に動いてるとは限らない。巻きの感じで取っていかなければいけないっていうのがあるんで、まずはハイギア使う。あんまりグリグリグリっていくよりはギリ動いてるぐらいが一番いい。これだと動いてないからダメですよ。これぐらいギリ動き出したっていうぐらい、はい、これを常にキープできるような感じ、それを感じるのはハイギアの方がやっぱ感じます。で、あと竿先とラインの角度、これも結構重要で、例えば投げます、ちょっと竿先とラインの角度をちょっと映してもらうと、これ今ピンと一直線、これはもう全然竿が仕事してない状態、まあ、まあ、かかったけど今はかかったから、まあ別のこれなんですけど、これだとバイトを結構弾くときって結構あるんで、そういうときはちょっとだけ角度をつけてやる。俺手桜使う上で一番多用する角度っていうのは10度20度ぐらい、ちょっとだけここの角度、そう角度つけてる、はい、いや今はどっちかというと下向けで角度つけてやってるけど、あんまり上向けてやることってないから、上向けてやるときっていうのは表層、土表層を狙うときっていうのは、こう着水直後にもそっと竿先をこう、この時はまあ竿先の角度若干つける感じになるけど、竿先の角度つけたくないなっていう時はこう指示はあって、ここの角度あんまりつけないんですっていうのはやってます。この竿先の角度で乗るか乗らないかっていうのも変わってきたりとか、乗りが悪いなっていう時はこの竿先の角度をちょっと変えるだけで急に乗ったりする。その辺はもうその時々で合わせる。で、まあ、基本的にまず上から狙うんだけど、例えばここやったらフリーホールで落とした時にカウント10でそこまでつくんですよ。ってことはカウント5だったらちょうどど真ん中って思うんだから、ならそれで大体カウントダウンした時にどの辺打ってるかっていうのが分かる、で例えば今やったらボトム落としました、はい、でここからこう巻いてきます、はい、巻いてくるとちょっとずつやっぱ浮き上がってくる、はい、だからこれが巻き始め1回転目にいきなり釣れた時と20回以上巻いてから当たった時だと、20回以上巻いてる時に上に上がってきてる時に当たってるっていうのが分かるから、その時はちょっと上を狙おうかいうふうに次のターンで変えることができる。基本的にはそうやったら合わせていく、当たりがあったところを攻めていくから、ボトム落としました、そこから行こうと、ここ巻いていく回数で回転した、今やったら4回目で当たったから比較的そこの方で当たったってことが分かる、だからそれを次のターンに生かしていく。だから今の巻いてる回数で浮き上がりを計算して大体でいいからイメージしていくっていうのが大事、まあ、とりあえずそんな感じで海桜の釣りっていうのはやることいっぱいあるというか、こまめに合わせていかなきゃいけないことが結構あるんで、それで釣れた時めっちゃ楽しい。ぜひ、ね、そういうところを意識してもらったらいいかなと思います。これ映る、あ、ハンドル、ハンドルいよ、どうやん、あれぐらいの巻き速度 C2000 のハイギアのバンキシュであれぐらいって感じ、ドンピシャドンピシャ、ハマれば連発なんです、これが楽しい、連発中でボコボコだよ、手桜でボコボコになった時は本当に楽しい、うん、バカね、8連発中でしょ、ねえ、バカバカじゃね、ねえ